でもプレイ中はラグビーの方が大事だよ。そうだ。女の子は、君は。でもプレイ中はラグビーの方が大事だよ。そうだ。ロジャーです。ドクターに会いたいとか、それは不可能です。お忙しいから。ご用件は私が。というとどういう。皆さんプライベートな問題をお持ちですよ。しかし一つ分かっていただきたいんですが、ドクターのカウンセリング希望者には全員まずマスタリーセッションを受けてもらうことになってるんです。優れた遺伝子を持っていれば成功は手に入れやすいが、必ず成功するという保証はない。運命までは遺伝子では決まらないのだ。もし何らかの理由で優秀な遺伝子を持つエリートが悲劇に見舞われると、その遺伝子が闇のマーケットで高値で売買される。8年も前のことだろう。それに僕はもう絵はやめたんだ。ラグノさん、話って一体何なんです？ありがたい話だが、もう絵を描く気はない。だから最近のはないんです。ずっと描いてなかった。でも教えてください、僕のどの作品を見たんです？そういうことか。金がなくなったから泣きつくのか。何が関さんを荒らせよ。俺のカバンだぞ。どうだい、落ちなかったぞ。完璧だ。これで50ドル貸しだな。そう、とても静かな夜で、バンヌメン通りを俺が運転していました。その時、そのアキラです。ピカピカな奴が脇から飛び出してきて、猛スピードで突っ走ったんです。サイレン鳴らして追いました。そいつはしばらく無視して10ブロック走ってから止まって、そう、手配車両じゃありませんでしたが、検査して逮捕しました。そしたら、そいつ殴り出したんだ。相手の顔を意識で、僕は叫んで、ああ、やめろとかそんなことぐらいしか言えなかっただろうな。よくわからない。それから走って行こうとしたら、そいつがこっちの方を向いて僕に銃を向けてきたんだ。ひでえな。なおい、俺にもいるぜ。よっ、タリー。俺の犬だ。働き者だよ、本当に。それに誰が主人かも分かってる。そうだろ、タバコ持ってるか。逆らうつもりか。なんだその面。ふざけるんじゃねえぞ。どうだ、は、見たか。シエラレオネで何してる。サブマシンガンでヌーガリか。とぼけるのはよせ。あんたは武器を売ってる。正当？不当にだ。あんたはこの世で最も貧しい人々に殺し合いの道具を売って稼いでる。なんであんたを追うか分かるか。他にもっと華やかな任務はある。核兵器の工場を潰すとかな。その方が世界は安全になると思うだろ。でも違う。そう、戦争じゃな。10人のうち9人が銃で撃たれて死んでる。あんたが売ってるような銃でだ。核ミサイルはサイロでじっとしてるが、あんたの AK-47、 あれこそ本物の大量破壊兵器だ。いやいや、そんなの関係ないよ。君のママは早業だ。短時間でも何だってやっちまうんだから。なあ姉貴、おい待って。なあ、どう思う？この町はガキの頃と比べてマシになった？確かに発展って。ウォルマートに K マートにターゲット、チャックイチーズもあるし、タコベルもアービーズも、それにミッキーズ、デニーズ、あとはチリーズにアップルビーズ。車を借りてやっただけだ、お気の毒に。ああ、ボビーは車を借りたいって言ってたんだ。あの日は、金曜だったし、それに彼はクレジットカード持ってなかったから、僕が車を借りてやるって言った。彼に金も借りてたし、それだけだ、本当に、お気の毒に。そうじゃない、手間取ってるけど、いつかどうにかできるさ。お前にも見せたかったよ、引っ越すって聞いたビニーとビトの顔。はしゃいじゃって。違う、めまいだって。それずっと黙ってたの。なんでもっと早く俺に言わないんだ。原因はこの壁の中のカビのせいだ。それで喘息が悪化してる。